はい、それではソフトテニスについて、まず違う角度から、検証していきたいと思います。今みんなの目の前に、テニスコートがある。これ今、10.97、8.23、23.77、1.07 のネットなんていうものを 数字化してあるんですよね。なんでこんなような半端な数字になったんでしょうね。考えたことありますか。考えたことある人。多分何年テニスをやってきたかは分かんないけど、初めてテニスコートに立った時に、なんか広すぎて、なんか狭すぎて、要は遊びの中でこれぐらいの広さだったらあのボールがワンバウンドしてツーバウンドする、それぐらいのインチっていう単位だと思うんですけど、なんかミスしそうで、なんか入りそうだけど入らないみたいな幅に多分昔の人は作ってったんでしょうね。だからある程度自分があのボールがワンバウンドしてツーバウンドするまで、いかに自分があのコートに収めていくのかなんていうトラップを仕掛けただと思う。これは聞いたことが分かんないので想像するだけなんですけど、要はミスをしやすくするためにあの場所はなっているってことを皆さんは理解してますか。例えば今 8.23、 これだいぶ1.3 なんでかいですけど、普通に考えたらこのコートを打ち消していった 1.37 を抜いたこの尺図で書きますね。これがシングルスってコートなんで、例えばシングルスに置き換えるとものすごい縦長のコートになりますよね。違います。ダブルスだったらこれぐらいの形が消していくと、こんな形になりますよね。違いますか。今ああそう思った、なんで思ったんでしょうね。見えたからですよね。違います。聞こえたからですよね。違います。感じたからですよね。食べたわけじゃないですよね。見て聞いて感じて、あ、やっぱりそんなもんなんだ。要は君たちが 10.97、 23.77、シングルスだったら 8.23、 23.77、ネットの高さ 1.07なんていう、そのテニスコートの中でどんなことを理解してきて、どんなことを打ち消して、どんなことを次の想像へつなげていくか。つまり勝つということは、さっきの目標を達成するということは、これは想像の部分なんで、このコートの中で想像するためにどんなことを想像して、どんなことを方法として考えて、どう実行していくのか。君たちが生きる場所はここなんですよね。でもこの中でどんなことを想像できていますか。そこからできる方法をどんなことを考えていますか。そしてどんな実行していきますか。あ、夢ありますよね。でも強制されちゃってるんですよね、自分の頭の中を。違いますか。そうしなければいけない、そうしなければいけないなんて方法はこの中には存在しないんですよ。ただルールがある。
自分の陣地ではどうやったら失点になるんですか。そうだよね、自分の陣地ではワンバウンド一回ボールがついたものが2回ツーバウンドすると失点なんでしょ。この競技ワンバウンドさせなくてもいいんですよね。相手のコートではワンバウンドさせてツーバウンドさせたいんでしょ。または返ってこないことがルールなんですよね。そのポイントを積み上げていくか、いろんなある程度のルールが決まっていて、その中でのやり取りが面白いスポーツなんでしょ。違いますか。でもみんな一番最初に苦しむことがあるんですよね。何ですか。え、何したくないの。そうだよな、ミスしたくないっていう心理が働くんですよね。ミスしたくないから行動できなくなるんでしょ。でもこっちにもう一回書きますね。そう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 、方法、実行という4つのプロセスがあるとしたときに、入れたい、ミスしたくないっていうことを想像しちゃうんでしょ。だから実行できなくなるんでしょ。それは指導者が起こしてることなんかな。僕たちの意見で君たちはミスしたくないと思うんですか。誰が思うんですか。答えてください。そうだよな、勝ちたい、入れたい、負けたくない、怒られたらどうしようなんて考えてるのは、我々がそう思ってなくても君たちが思ってるんでしょ。このコートの中でボールを打つのに、アスリートがならば、そのそうならないような方法を考えなければいけないよね。ミスしたくないという想像よりも、その想像したことを方法に変えて実行していくことの方が大切なんですよね。違いますか。じゃあテニスってこのコートの中に何個のミスが存在しているの。教えて。ミスしたくないんでしょ。ミスしたくないと想像してるわけでしょ。じゃあミスしたくない方法を考えるためには、どんなミスがあるのかを決めなきゃ、見つけ出さなければいけないわけでしょ。ネット、バックアウト、サイドアウト、はい、ツーバン、まあそれはエースだからな。ツーバウンドするってことはエースなんで、チップにしようか。自分の打ったボールが返らない、相手の陣地まで届かなかったっていうミス、大体この4つしかないですよね。でもこのテニスコートの中で君たちがミスをしたくないならば、やっぱりテニスコートを知るべきですよね。テニスコートってどんな仕組みになってるんですか。よく考えてください。なんでこの広さになったんですか。なんで 1.07 なのっていうネットなんですか。なんでネットっていうのは向こう側の陣地が見えるようになってるんですか。すべて全部入ったら面白くないもんね。ミスするために作られてるんでしょ。誰が、アスリートが、君たちの視覚、君たちの聴覚、君たちの触覚、まあ、テニスは 80% 以上が視覚からの導入なので、君たちが見たものが全て間違ってる可能性は高いですよね。 20% は君たちの視覚、聴覚、触覚で感じたことは正しいかもしれない、このコートの中で。でも 80% 以上がミスであって、視覚からの導入でミスが起きているのにもかかわらず、君たちの見た目を信じてしまったら、
この中でミスって減りますか、逆に増えますか、どっちだと思います？ミスが増えるか減るか。そうだよね。じゃあアスリートはまず最初にどんな気持ちを感じないといけないんでしょうか。このコートの性質を知ることなんだと。なんでネットは自分たちの打ちたいところが君たちがこっちへ立った時に横からの映像か、これ今横から見たと想定しましょうか。こうやってこのコートの中で立体的に見た時にね、どういうミスが起きてんだ、ネットってなんで起きてしまうの。だってイコール自分たちが自分が打ちたい場所はネットの中に見えるから、君たちの心はそこに行きたいっていうことを起こすんでしょ。違います。でもその心、君たちの目に見えたことは 80% 以上は間違いなんでしょ。誘われちゃってるんですよね。でもその矛盾を自分自身が打破しないで、テニスコートでボールを打つこと自体がナンセンスですよね。要は君たちの目で飛び込んできた、君たちの思った感情っていうのは 80% 以上がミスなの。そこを解明しないと、このネットミスは減りますか。解明しなければ減らないですよね。そう自分に言い聞かせなければ減らないですよね。例えば君たちがこのコートで立っていた、何をワンバウンドさせますか、何をツーバウンドさせますか。ボールでしょ。ボールが主役なんでしょ。ボールがネットしてしまう、ボールがバックアウトしてしまう、ボールがサイドアウトしてしまう、ボールが帰らない。つまり主役はボールなんですよね、プレイヤーではなく。そのボールをいかにこのコートの中でネットさせないで、バックアウトさせないで、サイドアウトさせないで、相手のコートの中に入れていくかっていうことを探すのか、自分たちが思うようにこのボールを、なんであなたはボールさんは私の思った通り動かないのっていうふうにするのか、これ全くもって方法論は異なりますよね。でも君たちどっちですか。主役は自分だと思ってませんか。例えば人間の視覚に対して自分が見ている景色とボールが見ている景色っていうのは全くもって違うと。けれども自分の見える景色に対して全てを行っていませんか。だからこそこのミスは減らないんじゃないんですかね。ボールが主役なんです。ボールって何グラム。30グラムやな、約な。このボールに意思ありますか。このボールが、君たちが魔法使いみたいにボールが行きましたよ、はいあなたボール戻ってきてくださいねなんていうハリーポッターみたいな世界は作れないですよね。でもボールに意思はない。じゃあこのボールをコントロールする人は誰なんですか。逆にアスリートでしょ。つまりこのコートの中で君たちのミスをしたくないというものがある。そのミスを減らしたければ君たちの視覚聴覚触覚に訪れたものを、これは違うんだ、 80% 以上は違うんだってことを自分で理解していて、このだからこそ意思のないボールをこういうミスにならないようにコントロールするのはアスリートなんだっていうふうに考えていくことって大切だと思いません。自分が入らない、自分が、ミスしてしまう、どうしようって考えるよりも、このボールは自分を裏切るわけがないので、ボールを裏切ってしまったのは自分なんだ、なぜ自分が 80% 以上見えたことに対して 20% は正解だったのにもかかわらず入っている時には残りの 80% 以上は間違いだったんだ、
誰に言われることなく、あ、ボールが教えてくれたんだよね、あなたの行動は間違っていましたよって認識した方が早いんじゃないのかな。どうですか？そう思いませんか？君たちがこのミスを減らしたいならば、指導者に怒られる前に、何やってんねんとか言う前によ、言われる前に、ボールが教えてくれたよ、あなたがミスを起こした結果は、あなたが間違ってたんじゃないですか、じゃあそれを受け入れて自分の取った行動は間違いだったんじゃない、だってボールを教えてくれたもんね、っていうふうに物事の考えを変えていく思想ですよね。ということは、いろんなことをまず想像していいし、例えばこういうミスが起きてもいい、でもその時に自分の行動を変えるべきなんだ、なんていうプロセスをずっとやるんだ方が面白いですよね。じゃあそんなことを考えている人たちが例えばシングルスだったら何人いるんですかね。こっちのコートには一人、こっちも一人ですよね。ダブルスだったら二人。アスリートの心ってこのコートの中に何個存在してるんでしょうかね。1対1でやる場面、2対2でやる場面、何個あるの。ダブルスだったら4個ありますよね。2存在してるわけですからね。その4分の1の人間がボールのことを考えずに、コードのことも知らずにですよ、プレイヤーのたかだか4つの心の1つばっかりを考えて最優先させて、この競技成立すると思います？思わないよね。自分のパートナー、相手プレイヤーが2人いるダブルスならば、自分の4分の1以外のメンタルが存在している競技でしょ。でも自分のことばっかり最優先させて、 10.97、 23.77、 1.07 っていうコートのことの性質も知らずに、ミスをしたくないっていう4分の1の心だけで、こういう改善策もしようともしないアスリートは勝つと思いますか？思わないよね。でもやっちゃってないかな。どうかな。勝ちたいっていう欲があるかもしれない。それはみんな勝ちたいねん。勝ちたいという人間の欲が出てきましたよ。だけれども、あなたの気持ちよりもみんなも勝ちたいんですよって考えていく方が得策なのか、私も勝ちたいですよ、だって私が勝ちたいって言ってるんだもん、私だけ勝たせてくださいよっていうふうに考える方が得なのか、私はボールをあのコートの中に入れたいって言ってるでしょっていうことが得なのか、入らなかったらなぜ入らなかったんだろう、ボールはどういうふうに行ったからこそ、自分がどういうふうに打ったからこそあのボールはコントロールできなかったんだろうって探す方が得策なのか、要はどっちが得なんでしょうって考えたときに、アスリートファースト、君たちはどっちを選びますか。1、4分の1のことを考えた方がいい。2、そういう心が出てきたときほど4分の3のことを考えた方がいい。そうだよね。ぜひそうやってこのコートの中で、君たちが入れたい、例えばこういうミスを減らすということは想像するということにつながりますので、その想像が出てきたときにいい方の想像をしてもらって、そしてその方法を実行していただく、何のためにっていう、このプロセスを非常に、なんていうのかな、やってない選手が多すぎる。すべて4分の1、自分の欲だけに走ってしまって、その他のことを考えない。でも競技場
ソフトテニスっていうスポーツはそうであってはならないよね。向こうに自分の打ちたいところに、なんていうか入れたい場所が見えるけれども、そこはまやかしなんだ。そこに打ってはならない。例えばテニスコートだったら見えるはずだよ。ベースラインよりもサイドラインの方が濃く見える。でもそこは狙ってはならない。白いもの、例えば、ベースラインがある。ベースラインとサービスラインの間に打っていかなければいけない競技なんだ。ワンバウンドさせてツーバウンドさせるんだから。でもみんなは白帯ギリギリ狙ったり、このサイドラインアウト、バックアウト、ベースラインギリギリ狙ってみたり、ワンバウンドさせたツーバウンド目を考えればいい競技なのに、ワンバウンド1個目ばっかり考えるっていうか、自分の打ちたいところばっかり考える。白帯の下に見える景色に対してね。違う。例えば前衛ならば、ボールがどこへ出てくるだろうって、こんだけのいっぱいいろんな種類があって、その中でも自分が取りたいっていうふうに考える。無理でしょって、7分の1でもともと取れないんだと。じゃあ7つのコースをいかに1つの方向に打たせるかってことを考えればいいのにもかかわらず、自分が取りたいっていう気持ちばっかり最優先してしまって、公営ならばこんだけの確率で取られないのに、なんで取られたらどうしようってことを最優先させるんですか。おかしいよね。でもそこの方法を、自分で思い描いた方法を打ち消さなかったら、やっぱり減らないし、減らないイコール強くならないしですよね。そう思いません？だってテニスのゲームって、エースかミスかしかないでしょ。どうやったらエースになるのかなって考えるよりも、みんなはミスしたくないって考えるんでしょ。でもこの中には自分っていうものがいて、例えばダブルスならばペアという存在があって、ここを境にして相手 A っていうペア人がいて、相手 B っていう人がいるわけでしょ。この失敗した、じゃん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 、こう置き換えたときに、自分のエースは増やしたいわけでしょ。ミスは減らしたいんでしょ。ペアのエースも増やしたいんでしょ。ミスも減らしたいんでしょ。相手 A のエースは減らしたいんでしょ。ミスは増やしたいんでしょ。相手 B のエースも減らしたくて、ミスも増やしたいんでしょ。こんだけの項目が存在するのにもかかわらず、ここばっかり考えてたら勝てますかね。勝てないですよね。勝てる以前の問題ですよね。4分の1の心はここばっかりに集中してしまって、他の8分の、要は18分の7のことを考えるんではなくて、君たちが自分のことばっかり考えてしまう、そのメンタル面っていうのはここの部分でしかないんだと。こっちのことを優先させればいいのにもかかわらず、ここばっか考えてしまったら、ゲームって苦しいばっかりになってしまって面白くないですよね。だからこそここを減らしたいんですよね。そのために練習したいんですもんね。でもここばっか考えてるんじゃなくて、こっちの方法も考えないとダメでしょ。この方法も考えなければダメでしょ。でもペアのことも分かりません、相手のことも分かりません、考えません、8分の1しか私の気持ちはありませんなんていう選手はやっぱり僕は勝てないと思う。そう思いませんか。だからこそソフトテニスっていうゲームは面白いんであって、だからこそ技術というものを追求しなければいけない。少なからずここを増やしたい、ごめんなさい、減らしたい、こっちを増やしたい、ここを増やしたい、ここを減らしたり、
でもエースを減らすために必要なことは何ですか。相手のエースを減らすためにはフットワークとかカバーリングとかエースにさせないポジショニングとかことを研究しなければいけない。だって自分の陣地でワンバウンドしたボールがツーバウンドすることがエースなんでしょ。そうさせない方法を考えなければいけないわけでしょ。そのことによってこれは減るんじゃないのかな。だからこそここも増える可能性があるし、ここも増える可能性があるし、ここもここも増える可能性があるし、ここも、ね、減る可能性がある。でも一番最初に打ち消さなければいけないのはここなんです。だからこそコートを知ってカバーするんだ。自分のペアじゃなくてまず自分がこのコートに対して動かないものに対してワンバウンドしたものをいかにカバーしていくのか、いかにポジショニングを取るのかいかにツーバウンドさせないのかを考えなければいけないわけでしょ。違いますか。だからこそ自分はその元に行ってこの選択肢が出てくると。自分の打つボールがエースなのかミスなのか、自分のペアのエースでつながっているのか、自分のペアのミスにつながっているのか、そんなことを考えながらゲームをしていかなければいけない。当然ゲームで勝ちたいならば普段の練習からそういうような技術練習をする中でも何のための練習なんでしょう、何のための技術練習なんでしょうということを理解しながらやるべきですよね。よろしいでしょうか。そのためにコートに立ってください。ミーティングにおいて、ホワイトボードを使って今のはティーチングという、教える方法を取りました。しかし選手というのは、なかなか自分の中に、込めている分からない、できないという思想から、抜け出すことを拒みます。それを助けていくのがコーチング、導いてあげるんだと、その方法を見つけてあげて、提示してあげる、そして次のステージへと導いてあげる。だからこそテニスコートの中で練習がスタートするというプロセスをぜひ指導者の皆さんは歩んでいただきたいと思います。以上で終わります。